尻尾が長いですね。こんにちは。インタビューしてもよろしいですか？どちらチームを応援してる？デーソロです。はい、わかりました。ありがとうございます。みなさん、こんにちは。ニニケです。こんにちは。柏に住んでいる外国人サポです。今天我们将在主场迎战福冈黄蜂。最近的八天内有三场比赛，对于我们サポーター来说非常的开心。特别是这三场比赛都在主场进行，对我们来说简直是満喫。満喫ですね。但是就运动员来说，过密的赛程对他们的体能和身体负荷要求都非常的高。希望我们柏の選手たち可以顶住压力。今天在90分钟内解决比赛。今日の試合は、リーグ戦じゃなくて、今日は、カップ戦です。日本カップは1992年からのリーグカップ、イングランドクラブカップみたいな、大会です。この大会では優勝回数は一番多いチームは鹿島です。鹿島アントナーズ。さすが日本一チームですね。今日の相手も、福岡です。福岡は、去年のチャンピオンです。そしたら相手はすごい強いです。今日はリーグ戦じゃないですから、90分以来延長戦、あとは PK もあるんですから。天皇杯と同じですね。そうです。選手として大変ですね。90分以来、勝ちます。福岡といえば、すぐに思い浮かぶものは何ですか？くまモンです。部長？そうです、部長です。でも、くまモンは福岡じゃない。福岡は熊本、九州だから全然別の県です。旅行の時は一緒ですよね。豚骨ラーメン？そうです、豚骨ラーメン。美味しかった。日本一番美味しいラーメンは豚骨と思います。アビスパ福岡で、そのチームは1995年に福岡市にホームタウンとして移動して、今の福岡チームになりました。福岡の、ホームカラー、私は大好きです。かっこいいのカラーです。日本語多分はネビーですか？ネビー。英語はナビー。ネビー。ネビー、ネビー、ネビーです。そうです、ネビーです。すごくかっこいいと思います。最近の5試合で、私たちは一回も勝たないということです。ひどいな。これから勝ちます。今日はどこから来ましたか？はい、福岡です。はい。はい、今日はどこから来ましたか？はい。私は福岡市から来ました。あ、お疲れ様です。今日は東京から下北沢から来ました。はい、今日はどこから来ましたか？福岡から来ました。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。日田時代は初めてですか？いや、何回か来たこと。あ、どうですか日田時代？近くて見やすくていいスタジアムですね。ありがとうございます。日田時代スタジアムは初めてですか？はい、お楽しみください。はい、日田時代ステージアームは初めてですか？いえ、何回か来たことがあります。あ、どうですか？すごくゴール裏の迫力があって大好きなスタジアムの一つです。ありがとうございます。日田時代スタジアームは初めてですか？はい、何回か来たことがあります。昔柏に住んでたので。あ、そうですか。はい、それで一度レースを見に行ったことがあるのと、あ、まあ、あと最近は何回かアーティストの試合で見に行ったことがあります。なるほど。はい、あと今日の試合で注目の選手は誰ですか？福岡のシャハブ・ザヘディ選手ですね。前回レッドカードでリーグ戦出れなくなってしまったので、今回活躍してくれることを祈ってます。注目の選手は誰ですか？北島裕二君。注目の選手は誰ですか？今日スタメン、そうですね、今野選手が出てくれたら嬉しいです。はい、はい、今日の試合で注目の選手は誰ですか？注目の選手というわけではないですけど、井原監督と久々に会うのが楽しみです。はい、勝敗予想をお願いします。 2-1 でアビスパ。はい、勝敗予想もお願いします。はい、1-0 でアビスパが勝ちます。はい、もちろんアビスパが勝つと思ってます。スコアはスコアは、2-1 ぐらいで。はい、勝敗予想もお願いします。残念ながらアビスパが1-0で勝ちます。はい、去年はチャンピオンですが、
今年は、どこまで行けると思いますか？あ、決勝まで行きます、はい、今年も目指すからには優勝です、はい、あ、もちろん優勝は狙ってますけど、まあ、なかなか大変だと思うんで、まあ、なんとかやっていきたいって感じですね。今日の試合は何回目ですか？10回目です。私3回目ぐらいですかね。はい、毎回毎回ですね。何回目ですか？いっぱい来てます。今日はもう7年前からなので、ちょっと何回ですかね、150回ぐらい来てるの。素晴らしい、はい、注目の選手は誰ですか？今やっぱ島村選手ですかね。はい、はい、松本選手はい、注目の選手は控えなんですけれど、うん、フロート選手と武藤選手ですかね。はい、木下選手です。はい、僕は森田達也選手です、キーパー。はい、誰かあ出るか分かんないですけど、うん、島村選手です。はい、あ、私ジエゴさんが好きです。はい、好きな選手は誰ですか？細谷選手とサビオ選手と武藤選手です。はい、好きな選手はサビオ。サビオです。はい、こんにちは。あ、行きましょう。準レギュラーです。準レギュラーです。スグルです。今日も注目の選手は誰ですか？今日はね、うん、難しいね。スタメンさっきでしたけども、うん、島村選手スタメンいたから、そうですね、ちょっと島村といつも大ながらに島村選手、うん、そうだね、はい、注目していきたいなと思いますね。はい、ちょっとここは取らなきゃいけないんで。勝敗予想も難しいね。いつも通りね。でも勝たなきゃいけないから。そうです。3-1で。3-1で勝ちたいですね。はい。1個上げちゃう。アビスパとちょっと勝ててないんで、そこは強気でいきたいですね。うん、はい。そうだね。はい。いつも通り2-0で。2-0 しか言ってないよね。当たってないですからね。これ当たってないんだよね。この間2-1すっごいいっぱい当たってたよね。そうですよ、私も当たったんで。お前も当たってたよな。そうそうそう、今回強気で3-1でいきたいんですよ、私は。はい、はい、勝敗予想もお願いします。はい、3-0でレイソル勝ちます。はい、2-0でレイソルが勝ちます。ありがとうございます。じゃあ2-1で勝つということで。2-1で出るかわからないですけど、うん、フロート選手ですが2点決めます。はい、やっぱジエゴさんですかね。はい、この前決めたしね。決めたしね。はい、スコアは何対何ですか？いや、もう2-0ですね。はい、はい、3-0で、まあ、スタメンわかんないですけど、武藤選手と島村選手と太田選手かな、太田選手が決めて勝つと思います。はい、ありがとうございます。何対何と思いますか？1-1。はい、ありがとうございます。2-1でレイソルが勝ちます。得点の選手は木下選手と武藤選手です。ありがとうございます。1-0で柏レイソルで、うん、木下選手がゴールを決めると思います。ありがとうございます。レイソルといえばすぐ思い浮かぶ選手は誰ですか？昔の選手も、まあ、大谷選手ですかね、やっぱりね。すぐに思い浮かぶのはやっぱ小賀太陽選手ですかね。はい、オルンガ選手です。マテウス・サビオ選手。いっぱいしますもんね。いっぱいしてる。私は古いからね。個人的には結構明神とか好きだったんで。ああ、明神ね。あの時代が結構好きだったんで、はいはいはい、まあ一応レイソルの象徴って言えば大谷なんだけども、ね、うん、一応プレーとして見せたなっていうのは僕はフランサー好きでしたね。はい、はい、もう関心の選手も OK です。いや、サビオ選手です。はい、僕はオルンガ選手です。はい、あ、誰だろうな。うん、いや、昔柏に住んでたんでいくつか知ってたんですけど、今だったらやっぱ細谷選手ですね。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。はい、ルヴァンカップで、うん、今年はレイソルはどこまで行ける？優勝です、優勝です。優勝どこまで、そうですね、じゃあ優勝で。はい、はい、あ、もう何言ってんの、優勝しか目指してないでしょう。当たり前じゃないですか、それはもう。こんなこと聞く必要ないでしょう。もうじゃなかったらやらないですよ、本当にもう。はい、これはインタビューしていただいた
サポーターからのお菓子ありがとうございます。ありがとう。ルヴァンもう一回優勝します。応援一言お願いします、はい、苦しい時も楽しい時も私の生活にはいつもアビスパがあります。ありがとうございます。頑張れアビスパ。アビスパ頑張れ、勝つぞ。頑張れ、見つけで、で、で、あ、いざね、頑張れ、勝つぞ。せーの、勝つぞ。ありがとうございます。今日も勝つぞ。ありがとうございます。レイソル頑張れ、頑張れ、ずっと応援してます、頑張ってください。ありがとうございます。体に気をつけて熱く頑張ってください。お願いします。頑張ってください。今日は若いメンバーとかが多いんで、その人たちに活躍してもらって次のリーグにつなげてもらいたいと思ってます。今日は勝ちましょう。勝ちましょう。いつも通りね、いつも通り、はい、今日も勝つ、いざ。今日の晩御飯です。いつも通りのカルビ丼。Thank you.
ください。また選手を見てください。ご来場されますファンサポーターの皆様が大変です。スタジアム内でどこを迎えて広がったのかをお見事にして私に指定する以外の指定する今日のルヴァンカープ試合は終了しました。2対1で勝ちました。イエー。今天我们几乎在同样的时间就是伤停补时的
第二分钟，今天是第二分钟，就是九十二分钟的时候绝杀了对手，再一次绝杀对手。我们这三场比赛都是绝杀，简直是不可思议，简直太厉害了。三连勝ゲットしました。ホームで三連勝ですね。すごいですね。すごい。幸せな時ですね。そうですよね。今日はとても幸せな感じ。3連勝だけでなく、3回もアディショナルタイムでゴールを決めました。レーソル、勝ち続きましょう。イエーイ。